皆さんこんにちは。本日は2021年3月、今日は横浜に来ておりまして、横浜が誇る超老舗ホテル、ホテルニューグランドさんに宿泊します。日本クラシックホテルの会制覇の旅、1年越しの再スタートでございます。向かいには山下公園が広がっており、さらに日本郵政の氷川丸が係留しています。はい、というわけで今回はですね、クラシックホテル、日本クラシックホテル制覇の旅の第2弾でございます。昨年マンペホテルに行ったっきり、一回も他のホテルに泊まっていなかったんですが、1年越しでやっとまた再始動できました。こちらのホテルニューグランドさんは大正15年ですね。ホテルニューグランドさんの公式ホームページには昭和初期って書いてありましたが、正しくは大正15年の創業だと思います。そうだよね、昭和元年は12月ぐらいからなので。しかもこのね、今いる山下公園も、関東大震災で出た瓦礫を埋め立てて作られた公園なんですけれども、このね、向かいのニューグランドさんもその復興計画かな、横浜復興計画の事業の一つとして作られたみたいですね。なんでニューグランドなんだろうね。この名前っていうのはこう外国人向けに英語で付けたのはわかるんですけれども、どうしてニューグランドっていう名前なのか、ごめんなさい、私もちょっと無知でわかりません。あ、ちなみにこのニューグランドさんの隣のスターホテルさんも結構ね、有名な老舗ホテルなんですが、残念ながらもう閉館してしまって、現在取り壊しの工事をされているようでした。今回はね、シングルルーム、一番安い部屋を予約したんですけど、お金、そんなにお金持ちではないので、このスターホテルさんが取り壊し工事をしてて、騒音があるからと、無料でアップグレードしていただけたので、これからお部屋に行くのすんごい楽しみです。そういえば、ホテルニューグランドさんに泊まった著名人といえば、例えばマンペホテルではジョン・レノンが、ね、ホテル泊まったってかなり有名でしたよね。なんと、ニューグランドは、やっぱり横浜らしく、マッカーサー元帥。GHQ でおなじみですね。ただマッカーサーはですね、GHQ の前に一回この戦前に新婚旅行で来たんだっけな、新婚旅行で来てなんかここに宿泊したことがあったみたいですね。あとは日本人だとおさらぎ二郎さんっていう歴史小説家がいるんですけれども、クラマテングとかのそのおさらぎ二郎さんが住んでたことで有名です。すごいね、これ住めるんだね、やっぱりホテルに。はい、今映ってるこちらがニューグランドさんの本館ですが、この上にもですね、タワー館という増設された部分もございます。私が今回泊まるのはやっぱりクラシックホテル制覇の旅なので本館ですね。本館のこのデザイン、なんか銀座の和光の建築家さんと同じみたいですね。渡辺仁さんって言って、ね、銀座の和光以外にも作ってたんですけど、ごめんなさい、私ちょっと忘れちゃった。ホテルニューグランド横浜開港162周年って書いてありますね。これ多分ね、10年前150周年の時って港未来でイベントやってたんですよね。開港150周年博っていうのを港未来の方っていうか山下公園でやってて、私それにね、お小遣いで行った記憶があるんですよね。行く友達いないからね、その時すごい幼かった弟をね、無理やり連れてった記憶がある。近代化産業遺産にも登録されてるみたいですね。ホテルニューグランドは昭和2年開業。設計は銀座の和光などを手掛けた渡辺仁。そしてその6年後にさらにアメリカ人建築家ジェイ・ヒル・モーガンによって増築されています。本館入り口を入ってすぐがロビーへ続く大階段。これはニューグランドでも一番シンボリックというか有名な場所ですね。チェックインのためにフロントに行きますが、フロントはどうやらタワー館側にあるようです。本館の隣に増設されたタワー館は、1991年、平成3年に開業したもので、割と新しめな建物です。本館の開業から3世代後に作られたものなんですね。しっかり今回もクラシックホテルの会パスポートのハンコもいただきたいと思います。パスポートはフロントに預けてチェックアウトの時に返してもらうことにしました。今回泊まるお部屋は3階、もちろん本館の3階です。
ここ318号室なんと普通のお部屋とは異なり特別なお部屋だそうで、天狗の間というプレートが飾ってあります。なんとシングルルームをお願いしていたんですが、隣のスターホテルが閉館して今解体工事をしているので、あちらのご厚意でアップグレードしていただいてダブルルームになったんですよ。そしたらね、なんとさらにこう幸運なことに作家のおさらぎ二郎さんっていう方がいて、その方が実際に住んでいた泊まっていたお部屋に案内されました。なので天狗の間というらしいですね。他にもこうスイートにはマッカーサー元帥が泊まっていたマッカーサーズスイートでしたっけっていうのもあります。あれはね20万ぐらいかな、ちょっと私は泊まれないんですけれども、なかなか人気のお部屋らしいですよ。いやでもね、こんな偶然ちょっとびっくりですね。だからね、鍵もすごい可愛いんですよ。でこう猫のチャームがついてるんですよね。かわいい。なんかすごい偶然、猫トキオだから。これはさすがに当時のものじゃないと思うんですけどね、張り替えたりはしてると思います。ただね、鍵はやっぱり、万平ホテルと一緒で、ルームキーではなく、ルームキーなんですけど、カードキーじゃなくて、こう、刺して押すタイプの、古いタイプの鍵でした。リノベーションされていて、こんな感じでございます。すごいシック。で素敵ですね。なんか万平ホテルはね、やっぱりちょっとこうカントリー調というか、なんて言うんですかね、避暑地っぽい感じがしたけど、こっちの方がこうモダンでシティ感があります。そしてお向かいには氷川丸が見えますかね。昔はこの木もね、こんなに大きくなかったんだと思うんですよ。だからもっと綺麗に海が見えてたんだと思うんですけど、こう今はやっぱり育ちに育ってなかなか邪魔してますね。秋とかはまた別の意味で綺麗なんですかね。そしておさらぎ二郎のお部屋なので、こうおさらぎ二郎の本クラマテング、こう有名なシリーズと、あとはこうやっぱり猫と一緒に写ってますね。なんか100匹以上飼ってて、多頭外崩壊のなんか元祖なんじゃないかなって思っちゃうけど。で外国人向けのこうパンフレットもあって、さらにおさらぎ二郎の写真が飾ってあります。この写真は結構有名で、私も見たことあるんですが、これはね知らなかったです。奥様とかかな、なんかね、ホテルの私をアテンドしてくださった方が言っていたお話だと、これはホテルの屋上だそうで、昔はね屋上でもこうお茶が楽しめたそうですよ。いいですね。大変可愛らしい猫のチャームがついています。このね、チャームがついているお部屋は、この私が泊まってるお部屋だけだそうですよ。おさらぎ二郎さんにちなんで付けられたものですね。朝食付きにしたんですけど、今回ね、お食事券みたいなのがあるわけじゃなくて、もう直接レストランとかに行って、お部屋番号を伝えるだけで食べれるみたいですね。ルームサービスだけはやっぱり、事前に申し込みというか、またこういうのがね、必要なんですけれども、これね。こういったアルコール除菌消臭スプレーなんかもついてました。これは今の時期だからでしょうね。そしてこう、ダブルベッド？セミダブルかな？あ、でもありがたいですね。こんなに。ふかふか。そしてドレッサー。これとかは多分当時のじゃなくて新しいものなのかな。万平ホテルのこうドレッサーがすごい古くて、もう明らかに当時のもので、ちょっとね、座るのに躊躇しちゃったんですよね。怖くて。なんかギコギコ音がしてたから。でもこれはね、頑丈そう。大きな。あ、これいいね。ここでお化粧できるの嬉しいですね。で、びっくりしたのがこれ。見て見て。このね、クローゼットちょっと。豪華だよね。他のところもそうなのかな。真ん中にはちゃんとテレビが置いてありまして。で、こっち。私の服がかかっております。そして、こっちはビバレッジかな。え？あ、こういう置き方もあるんだ。ここに食器がある。ここに素敵になんか飲み物のね、ティーバッグとか入ってるのかと思ったら、ここはパジャマでした。ホットコーヒーは有料みたいですね。こう、なんかやっぱり天井とか見ても綺麗ですね。このレイアウトがどことなくレトロモダンというか、やっぱりこうクラシックホテルたるゆえんですよね。
で、引き戸なんですね、お風呂。おー、素晴らしい。あ。で、アメニティ。なんかアメニティ多いですね。気のせいかな？ちゃんとホテル、ニューグランド、自社グランド。おー、ボディミルクとかそういう最低限のスキンケアもあるんですね。嬉しい。で、こっちがトイレです。まあ、トイレは普通にウォシュレットですね。嬉しい限りです。大きい、なんか鏡が多くて大きいね、どこも鏡。で、まあ、浴槽はそんなに大きくはないけど、まあ私はシャワー派なので十分です。下にはバスローブ。バスローブ下なんだ。思わぬ巡り合わせでいいお部屋に案内していただけたんで、すごい満足です。一泊なのがもったいないですね。あと、こう、入ってフロントに行くまでちょっとね、細い道で、結構こじんまりしてるんですよね、中が。で、フロントしかないんですよ。で、なんでフロントこんな小さいんだろうって思ったんですが、多分上の、さっきの大階段の上にロビーがあるからなんですね。せっかく泊まっているんで、やっぱりちょっと探索したいと思います。本館入り口を入ってすぐ出迎えるのがシンボル的存在のこの大階段です。それでは登ってみましょう。絨毯の足元はカーペットホルダーできっちりホールドされております。こうカーペットホルダーがねついてる階段を見ると、あーなんか老舗ですごいいいとこのホテルなんだなって個人的に思ってしまいます。なんでなんでしょうね。階段を上がってすぐのこのエレベーター上の彫刻なんかもよくパンフレットやホームページで見ますね。豪華ですよね、本当に。向かって左側にはフェニックスルーム。現在披露宴会場となっておりますが、もともとここはメインダイニングだったようです。こう、現在フロントとロビーが離れているのを見ると、開業当時はここにフロントがあったんじゃないかなと思います。多分そうだと思うんですが。お昼はですね、宿泊客っぽい方はあまり見ず、こう観光でホテルを利用しないけど見るためだけに来たんだろうなっていう方が多く見受けられました。写真も撮り放題だし、タダで入れるのでなかなかいいですよね。結構気軽に外からのお客さんが出入りできるようになっていて、高級ホテルの中では割とお客さんの出入りが激しいなっていう印象を持ちました。そしてこちらがなんとボールルームです。今時ボールルームなんてねあまり聞きませんが、ここで舞踏会、ダンスパーティーが繰り広げられていたんでしょうか。現在はイベント会場みたいになってますね。プロジェクターが見えます。1階の展示コーナーで見た情報によると、この天井に吊るされたいくつもの灯籠はこう東洋的な魅力があって、当時外国人客をかなり喜ばせたそうです。言われないと気づかなかったですね。やっぱりこういうのがちょっとアジアチックな感じなんでしょうか。一見するとザ西洋建築に思えるんですが、こう要所要所でちょっと日本的というか、こう東洋的な部分が見えますね。先ほどの入り口入ってすぐのエレベーターの上の天女の図なんかもそうですよね。絢爛豪華な天女の絵と思いきや、これはなんと織物だそうです。いやーすごいですね。一度階段を降りて今度は中庭に向かいます。中庭ね、ドアがたくさんあって、どこのドアから入るのかわからなくて、別の宿泊客の方が教えてくださいました。中庭はこんな感じです。ここもホテルの方が夜はもっと綺麗ですよと言っていました。実際に夜に来た方がこうイルミネーションじゃないけど、なんかねライトがいっぱいついてて綺麗でしたね。こんな風に今噴水が中央にあるんですが、どうやら当時の写真なんかを見るとここにはプールがあったみたいですね。で、中庭の右端がこう階段3段分ぐらいへこんでるんですが、写真を見たら多分ね、そこに大きな階段があって、こう上から直接中庭のプールまで行けたみたいですね。あ、逆側かな、ちょっとどっちについてたかはごめんなさいわからないんですけれども、
日が落ちて夜になるとこんな感じです。やっぱり夜の方がなんか綺麗な感じしますね。ライトアップされていて、こう白い噴水が映えるというか、カップルでねいらっしゃった方とかはここお散歩してそこら辺のベンチに座ってねおしゃべりなんかしたらいいムードですよね。あいにく私は一人だったので、まあ一人でのんびりお散歩しましたが、なんかね万平ホテルにも中庭はあったんですけれども、ああいった避暑地とか西洋地にある中庭と違って、こっちは都会的でこう見せるための工夫がされているのかなと感じました。なんか一種のテーマパークみたいな楽しさがあります。歴史展示コーナーなんかもこうひっそりありまして、一応定期的に入れ替えをしてるみたいでしたね。なんか最近見つかった空のボトル、これニュースでやってましたね。あとは当時の晩餐会のメニュー表みたいですね。やっぱりこういう和風なね、扇子に書かれてるのが外国人から受けが良かったんでしょうか。クープ・ドゥ・ジャポンだけ読めますね。あとなんだろう、なんかフランス料理かなんかですかね。ホテル開業、私さっき大正15年開業って言ってたんですけど、正しくは大正15年に会社が設立されて、翌年の昭和2年にホテルは開業したみたいですね。大変失礼いたしました。こう著名な方々も泊まっていて、やっぱ有名なのはね、ダグラス・マッカーサー元帥と、あとはおさらぎ二郎先生ですかね。せっかくなのでホテル内でちょっとお茶してみることにしました。コーヒーハウス・ザ・カフェかフロント近くのロビーラウンジ、どっちを利用しようか迷ったんですけども、今回はこっちのザ・カフェという喫茶店を利用します。メニューは QR コードでしたね。やっぱりこのご時世なので、 QR モードすごいね。でもケーキセットにしよう。来たー、なんか春のデザートフェアっていうことで桜のモンブランにしてみました。あと紅茶ね、なんかお紅茶無料でおかわりできるらしいです。ニューグランド発祥の有名な料理としてプリンアラモードやドリア、そしてナポリタンがあります。ですが今回は私はどれも頼まずにケーキのみにしました。ぜひ興味のある方はトライしてみてください。カレーなんかも当時と同じレシピで作っているそうですよ。天狗の間、横にはおさらぎ二郎先生についての説明もあります。この脇ですね、ずっと通り過ぎていくとひっそりと階段がありまして、1階もそういえば宿泊客の方にすれ違いませんでしたね。何度かこの階段使ったんですが、ここもかなりね、あの年季が入っていますよね。結構私は好きです、こういうの。私の通っていた母校を思い出します。ここ降りていくとですね、2階と3階の間、中3階なのかなにはこうブライダルショップがありまして、ちょっとねまだ人がいらっしゃるようだったので映せないんですけれども、さらにそこを通り過ぎて降りると、はい、先ほどのロビーに着きます。エレベーターに乗るより近いかもしれないですね。こう夜のロビー素敵ですね。やっぱりこうほんのり照明だけが照らしてくれて、でちょっとね薄暗さがまたそれっぽいというか、このロビー大変気に入りまして、何度も何度もこう同じ場所を
撮って皆さんにお見せしてると思うんですけれども、ご了承ください。いやでも実際に行ったらね、皆さんも気に入ると思いますね。椅子がたくさんありますね。結構年代物の椅子だそうで、誰もいないのでこんなこともできちゃいます。まあ従業員の方は通るんですけどね。天井も高ければ窓も高いので、いやこれお掃除とか大変なんだろうなって思いました。どうやって掃除するんですかね。はい、というわけで大好きな焼き小籠包を買ってきました。このなんかおさらぎ先生のお写真とか、あとはこのおさらぎ先生の本、あとはクラマテングとかがね、置いてある机で食べたいと思います。失礼します、先生。いただきます。やっぱりお昼より夜の方が噴水とか綺麗でしたね。あとこうロビーはちょっと怖いかなって感じ。お昼は結構観光客の方とかも出入りしてて、やっぱ宿泊客以外の人の方が多いなって思いました。でも夜、夕方ぐらいからもう誰もいないんですよね、あそこ。だから私一人でこう動画撮ったりとか写真とか撮ったり、あとちょっと本あそこで読んだりしてたんですけれども、薄暗くてこう誰もいなくて、でたまに従業員の方の足音が裏で聞こえるので、本当にそういうなんかミステリー小説とかに出てくる洋館みたいでした。でも本当にいい雰囲気。酢醤油のいい匂い。ルームサービスも頼もうか悩んだんですけどね。でもなんか私焼き小籠包、あ、口の中がもう酸っぱい。焼き小籠包好きだから今回は焼き小籠包で、でももしかして後で頼むかも、ルームサービス。目の前には日本郵船、これ日本郵船って私言ってるけど日本郵船なのかな。氷川丸があのなんか木の陰に隠れてちょこっとだけ見えますね。で向こうの方にはあの港未来、なんか豪華客船が泊まっています。これね、開けられるみたいなんですけど、こう斜め開きするやつですね。こう身を乗り出したら危ないからでしょうね。でもなんか朝とかきっと爽やかなんだろうな。しかし大きいなこの木、すんごい背高いですね。結局お夜食を食べるステーキサンドとポテトチップスがついてる。心していただきまーす。そしておやすみなさーい。はい、おはようございます。こんな格好で失礼します。ぐっすり眠りました。というかあのぐっすり眠りすぎちゃいました。もっと早くね起きれたら山下公園で散歩しようかなと思ったけど、ちょっとあまりにもベッドが心地よすぎてちょっぴり遅めに起きました。お外もいい感じですよ。ほら、すがすがしい朝です。今日お天気が良くてよかった。さて、朝食を食べにタワー館5階のル・ノルマンディに行きます。そのための準備ですが、この丸い大きな鏡のついたドレッサー、ここでお化粧できるのが大変嬉しかったです。やっぱり何度見ても素敵だなと思いました。行く途中にこんな本館の模型なんかもありました。これ開業当時の様子だそうで、こうやって覗き込むと中庭がプールだったことがちゃんとわかりますね。そして従業員さんたちの言う通り屋上にはカフェスペースがあります。おさらぎ二郎さんの写真にも写ってましたね。ル・ノルマンディでは普段のオムレツやスクランブルエッグではなく、今回はちょっと変わったモンテクリストサンドを食べてみました。新朝食メニューだそうです。正式名称はモンテクリストサンドイッチだそうで、なんとフレンチトーストにベーコンとチーズが挟まってるという朝食にしてはかなり重めな食べ物でございます。なんでモンテクリスト伯爵の名前なのかなと思って従業員さんたちに聞いたんですけれども、皆さんこうはっきり理由を知っているというわけではなさそうでした。小説から撮っているんですか、岩窟王の名前なんですかと聞いたところ、おそらくそうだと思いますという回答でした。後から自分で調べてみたんですが、どうやらのカナダにもともとモンテクリストサンドイッチという食べ物があるんですね。カナダの定番朝食メニューだそうです。ル・ノルマンディはこんな感じです。5階だからあんまり高くないと思っ
ったんですけれども、こうやっぱり窓がね、あの横浜中を一望できて、あとは目の前は宮下公園で高い建物もないので十分景色は楽しめました。朝食はルームサービスかレストランでいただくか選べますが、私が朝8時頃レストランに行った時はそこまで人はいなかったですね。さらに私のように一人で来ているお客さんが多い印象でした。ちなみにこのモンテクリストサンドのお味ですが、個人的にはとても美味しかったです。なかなかあの日本では食べられないようなお味でございました。シュワッとした濃厚なフレンチトーストに、これまた濃厚なチーズとベーコンが挟まっていて、こう北米感のある味というんですかね、私はかなり好きです。さて朝食も終えてそろそろチェックアウトの時間です。本当に良い一日でした。まさかのおさらぎ二郎さんのお部屋に泊まれて本当に大変良好でした。また利用したいなぁと思わせてくれるような素晴らしいサービスも皆さんにお伝えしたいぐらいです。スタッフの方たちも皆さん、あのとてもいい心遣いをしていただけて、おかげさまで一人でも楽しい宿泊となりました。もちろんクラシックホテルの会パスポートもハンコを押していただきましたよ。それでは見てみましょう。やっと二つ目のハンコです。ホテルニューグラウンドでございます。ニューグラウンドさんのハンコをね、すごい大きいんですよ。ページいっぱいいっぱいに押してくださいました。かっこいいですね。さらに、実はこれと一緒にもう一つ封筒をいただきまして、非売品のステッカーだそうです。嬉しい。そう、ステッカー買いたいなと思ってたんですよ。でもニューグラウンドはショップにこういうの売ってないんだなって、あの残念だなと思ってたので本当に嬉しかったです。ちなみにどっちのステッカーにもバックに富士山の絵が描いてあるんですが、昔は見えたんですかね、富士山があそこから。あ、ちなみに下のショップそごうにもよりまして、ニューグランド限定の商品を買いました。それがこちらでーす。レースの老舗専門店近沢さんのニューグランドオリジナル商品のハンカチです。レース部分がニューグラウンドのシンボル、フェニックスになっています。ちなみにこの近沢レースも横浜で生まれた超老舗ブランドでございます。私もね、たまたま今日持ってたんですよ。もう、よれよれですけれども。このネイビーが素敵ですね。使うのが楽しみです。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。次回もお楽しみに。